母音は赤ちゃんが吸うためにあるんやで。お父ちゃんのもんと違うのいやで。母音というのはどこの国の言葉。嬉しい恥ずかしい昭和の日本語。ちっちゃいのはないんやで。なんで女の子だけ母音になるのけ。腹の立つこと嫌なこと、しゃくな出来事あった日は、男やったら酒飲んで暴れ回ってうさばらし、女の子ならなんとする、胸にしまって我慢する。女の子の胸の中、日頃の不満が溜まってる。それがだんだん充満してきて、胸が膨れてくるんやで。あげどこの母音は満員電車に気付けとくなはれや。押されるたんびに移動する、いつの間にやら背中へ回り、一周回って元の位置。これがほんまの父帰るやお前。